続いては男子シングルジュニアチャンピオンの登場です。ジュニアグランプリスロベニア大会で初の表彰台に上がり、全日本ジュニアで念願の優勝を果たしました。昨年に続く2度目の世界ジュニアでの活躍に期待しましょう。 Representing Japan in the World Junior Figure Skating Championships Kazuki Tomono。 今年の全日本はジュニア勢の活躍が目立ちました。全日本選手権5位、ジュニア王者は警察官の格好です。エンターテイナー友野和樹。帽子の中から犬の耳、警察官の姿で、そして曲は運命、友野和樹、犬のおまわりさんの運命。会場に笑顔が広がるジュニアチャンピオン友野和樹の演技です。いや、中川さん、これ、はい、さすがのエンターテイナーぶりですね。そうなんです、もう本当に表情にも注目していただきたかったんですけれども、細かい表現のそういった表情も大きく演技する選手なので、本当見ていてユーモアたっぷりですね。みんなに楽しんでほしい、笑ってほしい、そんな友野の強い思いが込められたプログラムです。最後までこの警察官、その役柄を保ち続けました。さあ、そして荒川さん、はい、これから見据える世界2度目の世界ジュニアです。そうですね、今シーズンは経験も積んで技術も安定してきましたので、しっかりとこう戦える力を持って狙っていってきてほしいと思います。これも素晴らしいジャンプでした。来シーズンシニアデビュー、そうなる友野和樹、世界でも躍動する姿を期待しましょう。